2024年10月、北海道斜里町の知床岬で計画されていた太陽光パネルの設置計画が中止されました。この計画は、漁業者の安全向上を目的とし、携帯電話基地局と太陽光パネルの設置が検討されていましたが、地域の自然保護に関心を持つ住民団体、知床の自然を愛する住民の会による反対運動が強まりました。この団体は、知床の生態系に悪影響を及ぼす可能性があると主張し、4万8000人分の署名を町に提出。最終的に町は計画を中止することを決定しました。知床はユネスコの世界自然遺産に登録されており、豊かな自然環境が守られている地域です。このため計画に対しては多くの自然保護団体や観光業関係者からも反対の声が上がっていました。彼らは太陽光パネルが景観を損ねるだけでなく、野生動物の生息地にも悪影響を及ぼす懸念を示していました。また観光資源としての知床の魅力を維持するためにも、この計画の見直しが求められていました。計画中止の背景には、住民や自然保護団体の強い意志だけでなく、地域の観光産業への影響や知床のユネスコ世界遺産としての価値を損なう可能性が考慮されたこともあります。太陽光パネルの設置が環境への影響評価を十分に行わず進められようとしていたことが、さらなる反発を招いたとされています。一方で町としては、携帯電話の基地局設置による漁業者や観光客の安全向上という点を重要視しており、今回の中止決定後も別の方法での安全対策が模索されることが期待されています。この計画中止を受けて、インターネット上では自然保護活動に賛同する声が多く見られ、よっしゃといった歓喜のコメントが広がっています。知床の自然を守るための活動が実を結び、多くの人々がこの結果を歓迎しています。今後地域の持続可能な開発と自然保護のバランスをどのように取っていくかが引き続き重要な課題となります。このように知床岬での太陽光パネル設置計画の中止は、住民の声と自然保護の重要性が反映された結果であり、今後の地域開発においても一つの前例となるでしょう。